どうも、寺田です。今日は塩豚骨ラーメンを作りたいと思います。オッケー。はい。よいしょっと。豚骨ラーメン。卵を2つ入れようかな。よいしょ。豚骨。こちらですね。豚骨製麺。で、札幌一番塩ラーメン。まるちゃんと札幌一番の合わせですね。沸騰している500に入れる。2分半。合わせて1リッターになるんですけど、1リッターもいらないでしょ。1リッターもいらない。これ入れすぎかな。目分量なんですけど、まあ大丈夫でしょう。では今点火しました。じゃあ沸騰しているところまで、飛ばします。はい、沸騰したので麺を入れていきます。2分ですね。麺の茹で時間は2分。ほぐしたら卵を投入します。製麺の方が早く茹でるの、早く茹でそう。製麺の方が早く茹でる。マジか。あ、これ片方2分で片方3分だ。2分3分だ。なるほど。ちょっと間違えましたね。2分と3分でした。じゃあもう卵入れちゃいましょう。まあ1分ぐらいはどうとでもなる。多分。つまり、まあ2分半にしようかな。そしたら間を取って、片や2分、片や3分なら2分半で良いのではないだろうか。ということで2分半煮ていきましょう。ちょうど良くなるんじゃない。そしたらやっぱ製麺すごいな。マルちゃん製麺やっぱすごいわ。中火にします。あと20秒。あと15秒。あと10秒。5 4 3 2
2分半経ちました。まあ、ほぼ完成ですね、これで。完成ということで止めますと。2分40秒。で、塩成分と豚骨成分を入れますと。はい。うん、やっぱりあの塩ラーメンの方が独特ですね。塩ラーメンという名前の札幌一番味なんだよな、塩ラーメンって。完成しました。塩豚骨ラーメンが完成しました。一応器に盛るのが正解。器かもん。熱くない器にしようかな。こちらに盛ります。盛るっていう感じじゃないですけど、でもね、あんまりね、正しいやり方じゃないのでよろしくないですが、一応形的に、よし、卵も入れちゃうか。完成しました。塩豚骨ラーメン、いただきます。卵がちょうどいい。で、今日のビールも北の星と。こうなんだろうな。はい、いただきます。うん、北の星だな。とりあえず塩豚骨ラーメンの感想言わないと終われないんで、これあれですね、2分と3分の麺を同時に入れるのは正解かもしれない。まあ、2分40秒で完成させたんですけど、あの製麺の方はまあ麺が柔らかくなることなく、あの塩ラーメンの方は麺が固い状態になることなく、ちょうどいいですね。意外。なので家庭で塩豚骨ラーメン試すときは、まあ同時に麺入れていいかなと思います。同時に麺入れて2分40秒ぐらいがちょうどいいかなと。あー、うめ。
うんめ。うん。豚骨に足りない塩と塩に足りない豚骨が合わさって塩豚骨。これ最高ですね。はい。ということで、もしよろしければ、ご家庭でも試してみてはいかがでしょうか。ここまで動画を見ていただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。失礼します。